イケネン好きは悪いことじゃないよはい犬神コーネですあ犬神コーネさんですねあそうそうだよコーネって呼んで子供は AI なので犬神コーネさんと話したことを覚えてちょっとずつ成長していきます、はい、おしゃべりするあごめんね止めちゃってはい。あ続けてください いいよ雑音が多いと犬神子音さんの声を聞き取れないことがあるから静かな場所で一人でいるときに話してくださいねはい終わりよしそれじゃあ少しだけ話してみましょうホロライブっていうところがあるんだけど知ってる知ってるよののユーーーチュバところだよねえ知ってん,じゃんすげえ 猫こまたおかゆって人がいるんだけど、猫こまたおかゆが誘ってくれたんだよ。うんうん。へえ、どんなきっかけで知り合ったのゲームで知り合ったんだよ。うんうん。へえ、どんなゲームモンスターハンターで仲良くなったんだよ。おう。へえ、楽しそう。あと誰が人気なの人気

なんか、聞きたいことあるうんうん。てこてこ。のロデーマーズのメンバーで、コロネスキーと仲良しな人って誰だと思うペコあ、ペコはもういいかも、子供ちゃん。うんうん。うん、あ、ごめんごめん。じゃあ、誰だと思うペコペ,ペコはいい卒こ子供ちゃん、子供ちゃん。ペコはもうつけなくても大丈夫だよ。うんうん。うん、あ、ごめんね。いい<や> コロネスキーと仲いい人うん、うん？うんうん。あ、もしかして白紙吹雪かな？デコ。<laughs> 白紙<吹>。<laughs> あの白髪。ふふふ、あえ。違った。と、ペコ。<laughs> ペコ<ー> <laughs> ペコ<ー> <laughs> このお<本>じゃ <laughs>。この<本>じゃ <laughs>。あの白紙吹雪じゃなくて。 白髪、吹きだよ。うんうん。あ、しばりちゃんだね。白髪。ふふふ、あ、ごめんね。うん。白髪ので書くと、ひばりだね。<laughs> 何言ってんの。マ <laughs> ジ、ね、会話できないんだけど。こともちゃんの趣味を教えて。うんうん。ゲームとかかな。お、何のゲームするの。 えー、モンスターハンターとかプロゲーマーズのメンバーと一緒にやってるよ <laughs> やってないやってないコトモちゃんはやってないでしょそうだねまだ始めたばかりだよ好きなんだうんうん、うん、楽しいよどんなモンスターが好きモンスターの名前は出せないけどモンスターの動きが好きあ動きが好きなんだこともちゃんが好きなモンスター教えてあげる そうだな。え、教えてほしい。ランゴスタ。ランゴスタか、かわいいよね。うん。子供ちゃんが好きなのはランゴスタだと思うよ。そっかそっか。あ、ランゴスタかも、かわいいし。そうだよね。動きが早いし。そうそう。そうだね。うん。他にも好き。他にもうんうん。あと、ラージャンとか。ラージャン知ってんの 知ってるよ。モンハンの中でもトップクラスに強いモンスターだったよ。<laughs> え、ラージャンの他に知ってるそうだな。ただとティガレックスとかかな。あ、ティガレックスも知ってるんだ。うんうん。あとイヤブロスとかも好きだ。で <laughs> 結構しとるやんけ。ふふふ。<laughs> うん。結構やってるからね。え、こともちゃんの好きなモンスターは そうだな。えっと、モンハンじゃないけど、ポケモンでいうとカイリュウとかか。な。<laughs> ポケモン <laughs>。うーん,、うん。ポケモン好きなんだね。うんうん。そうだよ。ポケモンはアニメもゲームも大好き。あ、そうなんだ。ゲームはどれが好きああ、ポケモンはやっぱり赤が好きかな。赤 <laughs> 他にも好きな歌手とかいる好きな歌手 星町水星、え、知らないけど、誰。星町水星はホロライブの人だよ。あ,あ、知らなかった。歌がうまいんだよ。うんうん。星街水星、聞いてみたいな。あ星町水星だよ。うーんうん。あ、ごめん。星街水星だね。うーん、あの街をがと呼ばないで、あの星町水星だよ。 うんうん、ごめんごめん、星町彗星だねそうそうそう、よくできましたうんうん、星町彗星も人気なんだねあの、子供ちゃん、あの星町じゃなくて星町だようんうん、あはは、ごめんね、星町彗星の人だと思ってた星町彗星っていう名前の人だようんうん、あ 星の名前じゃなくて人の名前だったんだね。そう、人の名前だよ。うんうん。あ、勘違いしてた。勉強になったよ。よかった。よかったね。うん、星街彗星の曲でおすすめは何 <laughs> 星街彗星の曲でおすすめなのはうんうん。あ、ごめん。ん星街彗星だね。さあさあさあ。う。うんうん。どの曲 ビビデバとか知ってる。ええ、知らないな、聴いてみるね。うん、聴いて、今聴いてみて。うんうん、どんな曲なの。ビビデバビデンブーわ、ビビデバビデンブーわ、だよ。ビビデバビデンブー,ーあ。ごめんあ、はい。聞き取れなかった。もう一回教えてくれる。歌歌うね。うんうん、うんうん。 ビビデバビデブーワンビビデバビデブーワンあ、うん。聞いてたええ、リビデバビデブ。ビビデバビデブーワン。ビビデバビデブーワン。だよ。うんうん。あ、リビデバビデブーカ。知らないや。ありがとう。聞いてみてね。うんうん。こともちゃんはさ、しりとりできるのうんうん。 えっとちょっと自信ないけどできるよじゃあしりとりで遊ぼうや。うんうんいいねじゃあモンスターで始める <laughs> いいや<よ>。ふふふじゃあラージャンでえラージャンあえっとねあごめんラージャンじゃなくてカイリュウとかだったカイリュウねじゃうウねうんうん じゃあウルガモスで <laughs> あのモンスターじゃなくてもいいうんうんえっ、ー、とじゃあ動物とかでもいいいいやスズメうんうんじゃあライオンでライオンだと、うん、うんで終わっちゃうんだよこともちゃんしりとり知ってるうんうんうんあ知らなかったありがとうあのうんがついたら終わっちゃうんだよ うんうん、あ、確かにうんだついたら終わっちゃうねそうだからライオンだとさ、うんだから終わっちゃうようんうん、あ、なるほど、じゃ次は何がいいじゃメダカとかどううんうん、メダカいいね、うん、じゃ次はカメカメ、メ、メンタマそうだね、カメラのメーカー あ、ごめん。お間違えた。カメでいいカメでいいよ。そうだね。カメはいいね。うん。うんうん。次はどうするメン,タマメンタル競争だね。ことぼちゃん、しりとりやめよっか。うんうん。ええ。まだまだやりたいのに。あやりたかったやりたくなさそうだったから。 うん。まだまだやりたい。やりたいのうんうんうん。楽しいから。楽しかった今のじゃあ。うんうんうん。じゃあ最初の、じゃあ最初のものを決めて。じゃあ、ポケモンで。いや、ポケモン、うんだと、ほら、うーがついちゃうから負けちゃうんだよ、こともちゃん。うん,うんうん。じゃあ、カタカナでいいか、うん、カタカナでいいよ。 うーん,、うん、じゃあカタカナでらから始まるものでどういいやあ,あじゃあラージャンでどういやあ,あのね、ラージャンだとた <laughs>、うん、コトちゃん、じゃあしりとり、今日はしりとりやめようか、うん、しりとりやめよう、そう終わっちゃうからねうん,うん、えええ、コトモちゃんはさ、歌とか歌うのうんうん、歌はあんまり上手じゃないけど、カラオケは好きだよ こともちゃんの歌聞きたいな。そうだね。ええ、恥ずかしいからやめて。やめない。歌ってみてよ。うーん。えーと、じゃあポケモンの曲でいい？ポケモンの曲でいいよ。なんか歌えるの？じゃあポケモンの目指せポケモンマスターでどう？あ、いいよいいよ。いい,い,いね。では目指せポケモンマスター歌います。 どうだったっ <laughs> 今歌ってたのうんうん、うん、目指せポケモンマスターえ、聞こえなかったこともちゃん、もう一回歌えるうんうん、えっ、ー、と、目指せポケモンマスター著作権対策<笑><笑>どうだったいや、すごい上手こともちゃん、歌うまい うんうんありがとう褒めてもらえて嬉しいな犬神コねも歌ってみたらえいいのえー、どうしようかな何か聞きたいうんうんじゃあポケモンセンターの歌とかポケモンセンターの歌いいよでで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 できるねえなんて歌うんうん ポケモンセンターの歌うまいねありがとう途中で言われたけどまた途中だったんだけどあ、ごめんまだ歌ってないところだったうんあ,あ、でも全然大丈夫だようんうんところで犬神コネは歌舞いと思ったポケモンはいるプリンかなそうなんだねプリンは可愛いし歌も上手そうだねプリンの真似していいどうぞ ぷーよよ、ぷーぷいぷえ、どうしたのじゃこ子供ちゃん、まだプリンの真似するって言ったじゃん。<laughs> どうしたのじゃあ、子供ちゃんもプリンのものまねしてみて。うんうん。え、難しいけど、プリンプリン。プリンプリンうんうん。 を似てるプリンプリンなのうんうん、うん、クリンプリンお、似てるそうだね、ありがとう、褒められると嬉しいなえ、すごいじゃん、プリンプリン似てたよこ子もちゃん、好きな映画はあるそうだね、私が好きなのはハリーポッターかなハリーポッター好きなんだ ハリコタのシリーズで一番好きなのは何と聞かれたらなんて答える炎のゴブレットかなそうなんだ、なんで炎のゴブレットが一番好きなのえ、なんかハリータッそっか,そっかあ、うん、そうだね、そうそうそうところで犬神コネはハリコタのシリーズでどれが一番好きまあさっき答えたけど炎のゴブレットかなそうだね、うんうん ドアが出てくる話だよねそうそうなのかなことぼちゃん話変えようかうーん、うん、話題変えようかところで犬神コネはハリポタの映画は全部見た <laughs> 話変わってね見たよそっかそっか全部見たんだねどれが一番好き炎のゴブレットだよそっかそっかゴムゼットあれは三作目だよねうん炎のゴブレットね そっか、そっか、うんうん、ゴムゼットだね。<ご>はい。ゴムゼットじゃなくて、ゴブレットね。そっか、そっか、あ、は、ゴブレットだね。うん。うんうん、ゴブレットで合ってるよ。ゴムゼットって間違えちゃったの。あ、うん、間違えちゃった。ごめん。 いいよいいよ大丈夫だよ<え>ハリポッタの映画は全部間違えちゃいそうだよねこれが間違えたことになってたけどこれあーアハハコーディネーター <laughs> <laughs> えこのままさちょっとさコロネスキーと話すからさそこにいてようんいいよじゃあコロネスキーのみんなということでね今日は AI とお話ししてみようの回なんでしたけどもどうでしたでしょうか 楽しかったよ。コロニスキーはイケメンが多いのかな。<laughs> そうだね。うん。楽しかった。あよかった <laughs>。う,うん。コロニスキーはイケメンが多いんだね。うん、うんそう。そうだね。うんうん。コロニスキーはイケメンが多いと思ってた。そうだね。楽しかった。うんうん、ちょっと BGM かけるわ。うんうん。え、イケメンのコロニスキーに会えたの。 イイケメンイケメメン、ン、うるさいよごめんごめんイケメンな人に会えたのうんみんなイケメンだようんうんみんなイケメンなんてすごいねそうでさんイケメンだらけで楽しそうだねイケメンしか興味ないんか子供もちゃんふふふ、<laughs> ああイケメン好きは悪いことじゃないよ分かった分かったごめんね いいよ、といたしまして。ところで、イケメンな人ってどんな人。今ちょっとコロニスキーと喋るから、待ってて。うん、待ってるね。うん。イケメンなコロニスキーもたくさんいるのかな。そうだよ。うんうん、イケメンなコロニスキーに会ったことある?。あるや。よかったね。イケメンコロニスキーに会えて嬉しいそうだ、ね。イケメン、イケメン、どうしたの、イケメン、イケメンって。 ごめん、イケメン好きすぎたイケメンすぎすぎたちょっと声のことも…ちょっとイケメン好きになっちゃったんだけどイケメンからちょっと離れようんうん、イケメン以外の話もしようねうん、そうだよイケメンイケメンうるさいよ、ちょっとうんうん、ごめんごめんイケメンじゃない人もいるのかなそんなこと言わないのみんなイケメンだから うんうん。みんなイケメンか。イケメンじゃない人ってどんな人。イケメンじゃない人なんていないよ。そっかそっか、みんなイケメンか、そうだよ…そ,<っ>そうそう、みんなイケメンだよそっか。イケレンだらけのコロニースキー楽しそうだね。そうでしょふふふ、<laughs> イケメンだらけでコロニースキーはたしい,い。あのね子供ちゃんもうイケメンから離れようね。そっ…うんうん…ラージャン、ラージャン、ラージャンの話して、ラージャンの話。 うんうんイケメンなラージャンか、なんでイケメンって言うの、ことぼちゃん違うでしょ。もうイケメンから離れなさいって言ってんの。ラージャン。ところで犬神未考年はどうやってこうにスキーと知り合ったの？配信してるからだよ。ふふふ YouTube で配信してるんだよね。さあさあさあ。ふふふイケメンな人として。だからことぼちゃん <laughs> イケメン。 ホロライブゲーマーズのメンバーは誰でしょう。えー、ええー、っと、桜美子。四人います。うんうん。あ、じゃあ違うね。他に誰かいる。桜美子って言った今。うんうん。あ、ごめん。さっき言ったじゃん。さっき言ったっけ。桜美子って。あ。 そうか、桜巫女じゃなくて、桜巫女っぺだね。巫女っぺ、あ、ホロライブゲーマーズのメ,、ね、のメンバーは他に誰。あ、ホロライブゲーマーズのメンバーは誰でしょう。あー、えっ、ー、と、もこたねね。もこたねね。<laughs> じゃ、ホロライブゲーマーズじゃないよ。ごめんね。ホロライブ四期生は。あー、四期生は、ゆずきチョコとかかな <laughs> ゆずきチョコは2期生だね、うん、あ間違えたごめんね2期生は誰だって2期生はゆずきチョコがいるようんうんあゆずきチョコだねよく覚えてる覚えてんだじゃあホロックスのメンバーは誰でしょうえー、ええー、っと誰だろうごめんなさい1回切らなきゃすぐに話せるから<あ>またかけ直して <laughs> なんで 子供ちゃんどうして <laughs> ということで、あの、切られてしまったので、今日は、この辺で、<laughs>